やっほー、沙織です。乾杯。イエイ。はい、月末いつもの配信やってまいりました。いやー、何回やってもこれ緊張するね慣れへんわ、なんか。はい、3月の配信スケジュールということでお知らせしていこうと思っております。はい、ちょっと今回新たな試み、またれたことじゃないんですけど、はい、初めて週2回生放送にチャレンジしてみようかなとかって思っております。はい、まあ、というのも結構やりたいことがいっぱいありましてですね、はい、ビルダーズ2は空っぽ島を、はい、開拓進めてるんですけど、もう膨大ね、空っぽ島って広いね、ほんまにね、全然開拓完了とかって言える気配が全くしないんですけど、まあ、ビルダーズ2の生放送はもちろん、はい、3月もやります。で、あとですね、ずっとやりたいって言い続けているドラクエ 11S のですね、カジノ生放送、これもできてないね、結局ストーリーがね、ちょっとね、あっちゃこっちゃね、行くんで、ちょっとね、カジノどころではなかったりしてたんですよね。まあ、3月はどっかでね、1回ぐらいカジノ放送やりたいなとか思ったり、あとね、マリオ、スーパーマリオブラザーズなんかテスト配信で生放送したら結構楽しくてこれもやりたいなとかって思ったりしてるんですよね。だから、まあ、週2回やってみるかみたいな、一応やってみっかみたいな感じなんですけど、うん、大丈夫かな、私できるかなはい、ドキドキしながらこのお知らせもしてるんですけど、すいませんね、ちょっとやっぱりやめたっていう可能性はありますっていう保険をかけときますね。まあ、なんかもしやっぱりこれちょっと厳しいからやめとこうってなった場合は、はい、ちゃんとね、動画でお知らせしますんで、いや、できる限りやりますけどね、やりたいんでね。ほいで、曜日なんですけど、日曜日と水曜日、基本的にはこの2回やっていこうと思ってます。日曜日、水曜日、どっちも8時、夜の8時から生放送でやっていこうかなと思っております。ただ3月1日の日曜日だけはちょっとお休みで、はい、計8回かな、だから、はい、じゃあ日を読み上げときますね。3月の4、8、11、15、18、22、25、29、はい、この8回です。水曜日と日曜日、はい、3月1日以外の日曜日と水曜日ということで覚えていただければ、8時からね、夜の8時、はい、でそれ以外の日は、まあ、通常通り、はい、今までと変わらずですね、はい、7時から何かしらゲームの動画をアップいたします。はい、まあ、ドラクエ 11S、 一回ね、エンディングを迎えたんですよ。ご覧いただいてる方は、はい、ご存知の通りなんですけれども、いや、でもね、なんかね、ストーリー続いてるんですよねあれ、エンディング迎えたのにまだまだ続くっぽい、これみたいな、うん、嬉しいんですよ、やっぱり、うん、ドラクエ11めっちゃ好きなんでね、終わってほしくないな、このまま一生続けばいいのにとさえ思うんですけど、まあ、でも言うてもね、ストーリーには終わりがあるとは思います、もちろんのこと。はい、ので、まあ、この辺でうっすら、はい、次はクリアしたら何のゲームをやろうかなとかいうね、ことを考えたりもしてるんですけどね。まあ、やっぱりドラクエはやりたいね、ずっとやってたいなっていう気持ちではあります。ドラクエ大好きなんでね、皆さんもドラクエ好きでしょね。はい、ので、なんかドラクエ10はですね、オンラインゲームじゃないですか。ので、私なんかいまいちピンとこなくってですね、やろうと試みたことが一回もなかったんですけど、でもなんか視聴者さんの、はい、コメントとか、まあその他のね、いろんなね、媒体で情報を見る限りですね、なんか一人でもストーリーとかがめちゃくちゃ面白いから、なんか楽しめちゃうみたいな。うん、なんなら普通にドラクエシリーズの中でもストーリーが秀逸で、普通になんかソロで遊んだらいいのではみたいな記事を読んだりもしたんですよ。はぁと思いまして、ちょっとドラクエ10に、はい、興味をそそられております。はい、まあ、とはいえ他のね、なんかね、昔のドラクエシリーズ、それこそ今11やってると、なんかドラクエ3の要素が結構ありまして、3やりたいなとかって思ったりもしてて、ね、もう一回やりたいなみたいな、何回もやってきたけどね、とかね。皆さんドラクエシリーズ何が好きですかもしかしたら実況の参考にするかも、いや、しないかもですけど、よかったらね、コメントでね、はい、教えてもらえれば、うん、普通に興味があるみんなドラクエシリーズ何が好きかなとかって思ったりして、はい、なんかね、教えてもらえれば、はい、幸いにございますので、よかったらコメントに書いてみてください。
あとね、ファイナルファンタジーシリーズも私好きなんですよ。だからまあなんか前も言ったかもしれないんですけど、ファイナルファンタジー9とかをやりたいなみたいな気持ちもあったりして、うわやりたいゲーム多いなファイナルファンタジー9が、まあ、結構前の話ですけど、プレステ4でですね、ダウンロード版が発売されておりますんで、ずっとずっと気になっておりましたとか、まああとね、セブンですよ。ファイナルファンタジー7リメイクやってくるじゃないですか、もうすぐ。ちょっと延期されたんですよね、発売日ね。だからそれもねやりたいし、まあ、実況やっていいのかっていうのはちょっとまだ分かってないんですけれどもね。はい、そんな感じで、うわーゲームって楽しいですねまあまあとはいえ11クリアまでは、はい、ドラクエ11に全力投球でやっていきたいと思っております。まあ、たまにビルダーズ2の編集動画がちょろっと上がったりもするかもしれません。で、生放送のタイトルはさっき言った通りビルダーズ2中心に、まあ、マリオやってみたり、ドラクエ 11S カジノやりたいっていう気持ちはずっとあります。やってみたりするんじゃないかななどと思っております。まあね、週2回生でお会いできるのはすごく嬉しいので、はい、皆様ぜひ来ていただければなと思います。はい、もしかして日曜日はちょっとどうしても来れないっていう方がね、水曜日やったら来れるっていう方もいらっしゃったりするのかな。はい、ぜひね会いに来てくれれば嬉しいです。待ってます。はい、一緒に乾杯しましょう。生乾杯しましょうねてなわけで、まあちょっと短いですけれども、この辺でほんまにスケジュール以外に言うことが特になかったはい、ので、まあ繰り返しますと、3月1日以外の日曜日水曜日は夜8時から生放送、それ以外の月火木金土、こちらはですね通常通り変わらず、はい、7時から何かしらの動画をアップさせていただきますので、よろしければ夜、はい、古川沙織チャンネル見に来てもらえればすごく嬉しいです。なわけでこの後もちょっとだけゲームやりますはい、スーパーマリオブラザーズ今回はワールド、なんだ忘れた、なんか生放送で結構クリアできたんですよね。ワールド3ぐらいまで行ったのか忘れましたはい、この後やりたいと思います。じゃあねー、スチャーっと。はい、スチャッとはい、スーパーマリオブラザーズです。で、前回確認したら3面ワールド3までクリアしてました。生放送で2と3クリアしたんですね。やりますね私。はい、4に行きたいんですけど、はい、これ1の2のワープゾーンですね。ここからですね4に行けますんで、はい、ちゃんとファイアーマリオを確保した状態でここでセーブしました。はい、行きましょう。4の1。いやーこれなー難しくなってんやんなー、これなー絶対なー、当たり前やけども、これはなーワールド4クリア目指したいところではあるんですけど、これ時間かかっちゃうから。10ゲームそうそう出てきたね、なんかね、あっと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 、危ない危ない10ゲームが出てきてこれ落とされるから、なんか前もあっけなく死んだ気がするんですよね。ワールド3はクリアしたけども、この10ゲームに乗りたいなって言って乗れずに終わったような気がします。怖い。ああ、うー、ちょ、もうこれ無視していくか10ゲームな、これ10ゲームの雲乗りたい気持ちは山々なんですよ、山々なんですけど、そんなことをしたら多分ねこのファイヤーを失うしいや、姑息やな、私、いや、ジュゲームが姑息ですよね。あんな空の上からね、こんなん投げてくんねんからさ。はい。なんか、ジュゲームを無視したら非常に単調な面なのではとか言ってたら、こんなんなっちゃった。あ、潜りました。お、よし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 。コイン、上のコイン取りたかったんですけど。勢いもなぁ、いい時と悪い時があるな、勢いには。さて、ジュゲームに気をつけたいところ、これもうすぐ、あ、ゴール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 、これ、え、これ何、これこれ何でしょう。あ、おお、コインタイムコインコインタイム、よいしょ。はい、オッケー、クリアします。よいしょ、4の1クリア、イエーイ。ジュゲーム無視、カン無視また相手しましょうね、いつか上手くなったら。はい、4の2。何ですか？次は洞窟ですか？嫌ですね。はい。あ、しまった。はい、セーブは大事です。セーブは大事です。はい。もうロード。うん。間違ってロードなどはしません。セーブ。
はい、これね、間違ってロードを生放送中にもするっていう大失態を犯しましたからね、私ね。あ、これチビやから下に行けたじゃないですか。これなんか出ません。出た。あ、待ってドヤ顔しようとしたら出た、冴えてる私とかってカメラに向かってドヤ顔しようとしたら、ちょっともうすぐでキノコに置いてかれるところでした。あー、これ何どうしたらいいの。あー、よかったよかった。ふう、あー、どんどん難しくなってる、複雑になってる気がします。ほんでコインも増えていく。で、クリボーくんな、こっちまで果敢にくんな。よいしょ、よっしゃ、振りはよっしゃ、フラワーマリオ復活。よしよし、いいよ。もうこのハテナは諦めましょうか。これは上に行けばなんかいいことありそうやったな。多分いいことありそうやった気すんな。これ上に登ってったら困難とも戦わずに済んだんじゃないですか。よいしょ、潜れるかな潜りたいな、潜れた。お、え、こんなん届かんやん。え、こんなん上のコイン取れませんやん。こんなんどうやって取んの。よいしょ、ほい。え、これ上からいけんのかな。こっからこう行くやん。こう行って、こう、あ、で、え、どうやって行くんこれ。ほっ無理よ、あんなん無理よどうやって行くのよ。もう一回だけ調整する。いや、これでさ、ヒップドロップとかないわけでしょ、このゲームね。ヒップドロップしてからのこう移動もできないから、スッと無理ですね。諦めます。よし、まあまあまあクリアすればいいですからね、私の場合いやー、上手い人はね。ああ、ちょっと待って、炎が効かんかった、こいつ。確かに効きそうにないけどな。これ心細いな、こっちでマリオで行くの。うおー、早くないですか、このなんかはしご、はしごじゃない、なんて言うんですか、トゥル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 トゥや、あれなんて言うんですか、あの棒みたいなやつ、乗れるやつ。この音楽鳴ると途端に焦りますよね、なんか。うわっと、やりそうな気はしたよ、やりそうな気はした。まああと2機あるから、うん、まだね。はい、セーブもしたし、2機もあるし、これはいけるよ。よいしょ、しかもこれもうすぐ、はい、クリアのとこじゃないですか。違いましたっけ、こんなゾーンがいっぱいあったからあんまり覚えてないですよ。これ上行けんじゃない、これ上行ける。よいしょ、上行けたぞ。だいぶショートカットと思ったけど落ちてきてしまった。この上もまた行けそうやったな。超、上から行く、気持ちいいね。よし、コインいっぱい取って、で、これはパックンが出てこない時にジャンプ。うん、で、これこれどうしたらいい、これ落ちた方がいいかな、下に落ちて一回落ちてからジャンプ。できたクリア。オッケー。4の2クリア。はい、これてっぺん目指してこう。てっぺん取った、イエーイ。上達したでしょねえ、さっきのちゃう、先月の1の1じゃない、先月のワールド1をクリアしようの回に比べたらだいぶ上達してると思うんです。はい、そんな言ってたら、はい、死ぬから慎重に行こうそのドヤ顔いらんって言って、ほらドヤ顔したら落ちんねんてでもエプレイしたらさ、カメラに向かってドヤ顔したくなるじゃないですか、人ってっていうか私って。そうなんですよね、神がかった今楽しいねマリオ。これどうしたらいい、これ上行けないでしょ多分。ちょ何しちゃうセーブしてない、どっから、ちょっとどっからやこれ、ちょ待って、あ、これ待って、巻き戻しができるねえ巻き戻しができますよ、もうスイッチ版めっちゃ優しくないですか。はい、ここでセーブしよう。いいよ、コメントでズルって書き込んでくれていいよ、ズルやからもうズルしかしてないから、このスーパーマリオブラザーズに関しては。はい、ジャンプ、これ、あ、上行けたわ、ダッシュジャンプですよ、覚えました、前回覚えました、 B ダッシュ遅いちょっと待って、あ、ふー、危ないね、 B ダッシュっていうのを前回覚えまして、さ
さらに生放送で B ダッシュを駆使することを覚えまして、駆使ってほど駆使はできてない。くそ、なんか今ね上に行こうとしたんです。亀は全然見えてなかった上に行こうとしてたけど亀は全然見えてなかった。で結果下に行った。ようわからんことになってんな。でこれはねヨッシークラフトワールドでよくこういうのがあったんですよまた言うけどな。はい、上手上手。でそろそろクリアか。どうだ、セーブしましたっけ。セーブしましたよね。クリアですよねこれ。え、なにこれ、ダダピロ。おおてっぺん取るのは難しい。でもお城早くない。なんならワールド1クリアより早いんでは。え、分からんけどワールド1なんかこのさ白ゾーンでめっちゃ死にましたよね私。ワールド1、はい、セーブしましょうね。はい、上書き、ほい。この城に関しては全然自信がない。上に行くのか下に行くのか。上、ほら私には B ダッシュジャンプがあるし、こうやってダッシュしたらこれいちいちぴょんぴょんしなくてもいいっていうのをねコメントで教えていただきましたからね。はあ、これ上に来てよかったのかな。上の方が楽ですよねこれ、今のところ見る限りは。はい、下につながって、もうなんもなんか敵がいないのは非常に不気味ではありますがね。これ上に、ちょ、なんだこの面はマジで。おお、この火の棒ぐらいしか見てないぞ今のところ。はあ、もうクッパなのマジで。もうクッパ来る。これ変な形してんなこの面な。ジャンプジャンプ、なんか同じところをうろうろしてるような気さえするけど、これ大丈夫か、これ進んでいるのか。あ、セーブしてない。どこでもセーブできるから、ちょっとでも進んだらセーブするべき。でもこれ途中から始まったか。そんなことないか。余裕わからんわここ。途中から始まったわけではなさそうやな。これ下に潜れたりしませんね。これ上から行っても下から行ってもそんなに難易度変わんなかったね。よいしょ、はい、ジャンプ上、はい、ダッシュ。いいね、順調順調。ほら、なんか同じところをなんかうろうろしてるような気するでしょ。これ2回同じことしましたよ今。よいしょ、おい、ここもなんか2回同じことをするエリア。でも火の玉に気をつけろ。クッパも火を吐いてくる。ほら真ん中が結構火、クッパの火が飛んでくるな。クッパの火、クッパの息、飛んでくる。よし、上に行こうじゃ。あ、上に行けなかった。行けるか今から。でも無理か。じゃあクッパの火に気をつけていこう。おっと、よしよしよし、いいよ。でこれでこの辺でセーブするOK よし、ではこの辺からクッパがいつ現れるかわからない。はい、滑舌は相変わらず悪い。ちょ、私滑舌悪すぎてさ、なんか実況、自分の実況編集するたびにさむっちゃへこむんですよねよう噛んでるし、噛んだら編集時間かかるしね。ちょっとなんか、滑舌強くしていきたいな。なんか早口言葉とか練習しようかな。早口言葉がもう言えてなかったもんね今ね。あー、ちょっとそんな言って、同じとこうろうろしてません？これこのままいいんですかね前に行って。これなんかまやかしですか？これ一回戻んないと一生このエリアを出られないとかそういうことあります？そろそろじゃないですかね。また戻ってきたこれ。でもこれ戻れないですよねマリオの場合。どうしたらいいの？これ進んでいいのか？なんか別のところ行くのか？だって同じとこいますよね今ね。ずっと同じところをうろうろしてる気がしますけども。でタイムだけがどんどん減っていく。これどうしたらいいんだ？これまた繰り返すのだが、これなんか出てくんのかな。下からブロック叩いたらトゥル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 、やばいやばいやばい、どうしよう。これ謎解き、これ4のようにして謎解き要素あるんですかこれ。ちょわかんないんですけど、一番下に行かなあかんとかかな。おー、怖い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 。わからへん、絶対わからへんぞ。戻れないしね。この辺にブロック叩いて何も出ませんね。やばいやばい、全然わからへんあ、これ下ちゃう？ここ下は行ってませんよねまだね。下行きましょう。下、うおーっと危ねー。下、あ、合ってるっぽいよ。違うとこに来たよ今。はい、ただ単に、タイムアップはい、でこれはゲームオーバー。はい、大丈夫、ゲームオーバーは怖くない、ロードすればいいのだ。でこっからですよ。さっき下に行けばなんかすぐクッパのとこにたどり着けましたけど、
合ってるかな、謎解き要素ってことで良いですか、これ下に行かないといけないっていうことなのかなと思う。あ、やっぱりそうですね、一番下から行かないとクッパには石をたどり着けない、そんな感じですねと火の玉に注意。あ、大丈夫、ここは越せそうな気がします。私よいしょ、はい、あん危ない、落ち着いていこう。あ今ヨーシクッパやっていこうとかって編集点作ったつもりやったのに死ぬっていう、つらい。はい、ここでセーブしましょうよし、あとはクッパを倒すだけでございます。はい、火の玉火の玉超えて、あーくぐんのかな、ジャンプじゃ無理そうやな。で火超えて、くぐこれ1回目でくぐっちゃわないとダメかな、これ勢い大事なやつか、タイミングを見ていきたい。2個目の火の玉を、あ惜しいね、ジャンプしたけど上からもいけそうかな、んならむずっ、いけた、勢いが大事やった。 B ダッシュですよ皆さん、大事なのは B ダッシュですもう知ってるよねはい、身をもって痛感しました、 B ダッシュが大事。はい、5の1 ここはセーブしとかないといけないね。まあ一気状態でセーブすんのもなんやけど、まあまあまあ5の1まではね、ワープじゃ来れませんのでセーブしておきました。でちょっと行けるとこまで行きましょう。今のところはなんてことはなかったけど、どうですかね、なんか新たな敵とかが現れてくる感じか。クリボーとノコノコしかいないがクリボーです、クリボーで死ぬのだけは避けたかったまあね、注意力が散漫としておりますね、今日もまたお酒も飲んでおりますし、はい、ってな感じではい、3月は週2回生放送いたしますね、初めての試み。はい、でまあ毎日ね動画アップしますので、3月もよかったら毎日お会いいたしましょう。ではまたね、バイバーイ。